日本茨城県つくば市、カツの根崎カツ根崎は、茨城県つくば市の地名。つくば市中央部、つくば研究学園都市周辺開発地区に位置する。首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス、研究学園駅付近にある、小規模な大技で、地域内は、東と西に2つに分かれた飛び地で構成されていた。数十個の既存集落が存在する。 東側の地域が、旧来のカツラギの根崎地域の中心であり、その周り及び西側の地域は、カツラギの一体型特定土地区画整理事業による、新市街地として開発され、2014年の、監視処分によりそれらの区域は、研究学園、学園南の新町名が与えられカツラギ根崎から、分離した。北は、研究学園六町目、西、南、東は、 学園南三丁目と接する。かつては、新井張郡目崎村であった。昇法年間もしくは元六年間に仮間里から、分村されたと考えられ、1604年から1676年に、かけて、遊ぶ半領となった後に、幕府領となる。村高は、元六郷町によると62国余り、天保郷町、旧公募によると65国余りとなっていた。 1875年より、茨城県となり、1889年には、荒井村、大白狭間村、狩間村、小白狭間村、島村、下平塚村、平村,村、西大橋村,西村、西岡村、西平塚村、原村、東平塚村、柳橋村、橋村山中村と合併し、新張郡桂木村大座根崎となる。 1891年当時の根崎の個数は6個、人口は34人となっていた。また、1896年には、筑波軍に編入され、筑波軍カツ村大技根崎となる。また、第二次世界大戦前後の地域内には、損有地が存在していたが、その部分は、戦後に開拓者に払い下げられ、農業地域として開拓が行われた。 1955年には、筑波郡八田部町、小野川村、東名村、マセ村と合併、旧八田部町にも、根崎という地名があったことから、旧村名のカツラギ冠して、カツラギの根崎へと改称1964年には、開拓地域を県が買収し、日本自動車研究所が開設。また、首都圏新都市鉄道筑波エクスプレス建設にあたり、 地域の大部分が新市街地建設の用地となり、再度用地を買収。現在は間にカリマを挟んで西と東の二つの地域に分かれていたが、西側の地域の全域、東側の地域の筑波エクスプレス水北が新市街地として開発され、現在の大技としてのカツの根崎は集会所が、所在する既存集落地域のみに残されている。 2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。